ども、そのような関係で、長野県に来て、ずっと柳沢林業で森林作業員として仕事をされていました。で同時に、狩猟の方も、やっているという、そういう大変アクティブな方ですけれども、あとはお話をしながらということでお願いします。ただいまご紹介いただきました、松本市に住んでいます。今昨年の8月に、柳沢林業の代表を使ってやってるんですけども、原川と申します。よろしくお願いします。村山さんにいろいろお話ししていただいて、私がお話しすることはほとんどないんですけれども、先ほど 先に帰られた増田さんが市民でできることが何かないんですかっていうお話をされてましたけれども、それの答えの、ヒントというか一つにいくつかになればなというようなお話をさせていただきたいと思います。なかなかできれば本当は事業化していきたいなとは思うんですけれども、じゃないと多分続かないと思うので、ボランティアのままではなかなか、で山は守るべき対象、今はどうしてもこう森林整備とかっていう言葉になってしまうんですけど、本来は、日本の作られたその里山っていうのは我々が利用させていただいた結果、手が入っていた、で自然だけでは作られないような多様な、生物の、多様性だったり豊かな、風景っていうんですかね、そういうものが作られてたのが日本の里山だと思うので、それは時代によって関わり方は違うとは思うんですけど、もう一度そういう関係を私は取り戻したいと思っています。でできればうちの会社の仕事の一つになっていけばいいなと思っています。で、空中散布の問題、確かにいろんなところでいざこざが起きるので、正直言って、こういうことを、なくなってほしいなと思うんですけど、でも我々が、山の専門家として林業をずっとやっていっても、もう山の問題は絶対解決できないんですね。でただ今の林業の法律とか制度っていうのは手厚い補助金があって、我々みたいな事業体とか森林組合は生き残ることができます。だけどそれはあくまでその手厚い補助金があるという前提でしかないんですね。で本来の、要するに一次産業が儲かるというか健全な経済にの中に林業っていうものも踏み込んでいかないと持続可能なというかそういう産業にもならないですし、山も健全にはならないですね。で そういうことを考えると、やっぱり普通の市民の人たちがもう一度山との関係を取り戻してもらわないことには、ただ専門家に山は任せておけばいいっていうのではやっぱり解決しないんですね。で今村山さんがいろいろご説明してくださった中で、要するに原発と同じような体質が農薬の世界にもあるんだなっていうのは皆さんご理解いただいたと思うんですけど、じゃあそこに反対をしてたからって何も解決しないわけですね。でもそういうくくりの中で行政の人たちもすごいご苦労されてます。彼らを責めたところで何もならないんですね。でじゃあだからこそ我々が何をしていくかっていうのがすごく大事になると思うんですけれども、で、私のそのもう妄想だと思うんですけど、こういうことをしたいなっていうことの一つにですね、私が15、6年前にこの世界に入った時にはまだ手作業の世代が手仕事の世代が一緒に仕事をしていました。でそのおじいちゃんたちからいろんな話を聞いたのは本当に私の財産だと思ってるんですけど、その中の一つが私最初に林業を始めたの静岡県の井川というところですね。大井川の一番上流なんですけど、長野県で言えばちょうど遠山湖、南信濃村とかあの辺の雰囲気ですね、山の中で。当時海抜、今みたいに干ばつはほとんど行われてなくて、海抜ですね、山を全部切っちゃうんですけど、でその後でまた日本人は丁寧に地ごしらえっていう、全部切ってしまって枝葉だけ残ったところをまた植えやすいように地ごしらえっていうのをするんですよ。で植える場所を作るんですけど、すごい大変なんですね。で
その地域では昭和の30年代まで焼き畑をしてたところなんですよ。まあ水田がなくてお米が取れないので、その代わりにというか焼き畑をして、まあ、そばとか冷えとかそういうものを作ってた。でその話をよく聞いてたので、これも燃やしたらどうなのっていうことを聞いたことがあるんですね、おじいちゃん。そしたら、いやそりゃ山梨は喜ぶわと。で結構九州の方では短期に伐採をして、その後また杉とかを植えて、でそれで連作障害的な症状が出てるようなところもあるみたいなんですけど、やっぱり同じ樹種ばっかり植えて、しかも杉とかだと他の広葉樹が生えてこないので、そうすると大気汚染だけじゃない、やっぱ酸性化するんですよね。どうまあ、酸性という一つだけの指標では危ない、いけないと思うんですけど、要するに土壌があまり良くない状態になっていくと、次に植えた杉の成長も悪い。でだから そのために一度燃やしてあげると、要するにミネラルとかそういうものが、あるいは今の村山さんの資料にも、結局松が枯れるのは不栄養化していることが要因の一つだってありますけど、本当になんか人間と同じだなと思うんですね。最近NHK で引き算の健康法なんていう番組で紹介されてたんですけど、今まではミノモンタがあれがいいよこれがいいよって言うと皆さん全部取ってきました、ね、だけど要は今までは取りすぎることによる病気が増えていて、実はそれは減らしていかなきゃいけない、断食をすると健康になるとか、なんかいろいろ紹介されてたんですけど、その番組もうまさに自然界と同じだなと思うんですけど、今栄養が多すぎて、いろんな菌がはびこっちゃう。でましてやこう光が入らないので、全然こうなんていうんですか、栄養というか、まあ、腐敗の方が進んでいくような感じですよね。でそういうような状態になって、まあ自然界のバランスが崩れていくんだと思うんですけど、でもそれはまあ人間にとっては災害というような形で、自然は勝手に浄化していくんですよね。たまたま人間が災害だっつって騒いでるだけで、自然にはちゃんと自浄作用はあるんですけど、でもそれでじゃあ被害に遭うのをただ待ってていいかというと、そうじゃないと思うので、人間には多分知恵があると思うので、そういうのを働かせなきゃいけないと思うんですけど、それでその山焼きっていうのをいろんな人たちからいいっていう話は聞くわけですよ。で初めにその海抜をして地ごしらえの場所に火つけたらいいんじゃないってそういう話になったんですけど、まあもうそこは私が行った時には村外に人間が入らなきゃいけないほど高齢化が進んでいて、まあ若い人たちはいない、結局人がいないから山焼きができない、まあそれはそうですね、危ないことだし、でも世代がいるうちに本当はこういう文化を継承していかなきゃなと思うんですけど、で私ずっとなんかやっぱり焼き畑のことは気になっていて、実際にやられている宮崎まで2回ほど行ったことがあるんです。で3年ぐらい前ですかね、 NHK のドキュメンタリーにもなったので見た方いらっしゃるかもしれないんですけど、シーバー邦子さんっていうおばあちゃん、まあ、残念ながらもおじいちゃん亡くなっちゃったんですけど、私が行った時にはまだご夫婦で山焼きをやっていて、でまあちゃんとこう防火帯を作るんですね。で上から火を下ろしてくる。でもう本当になんか熱帯雨林とかで行われているような焼き畑とはもう全く違って、破壊行為ではなくて、まあ、もちろんたくさんの面積の山は必要なんですけど、ちゃんと順番に焼いていくんですよね。でまあもちろん今規模は随分小さくはなってはしまったんですけど、育ったところを開発をして全部切って、でそれを完全に燃やすんですね。まあ、それが難しいんですけど、下から燃やしてしまうと山火事のように炎症していってしまうので、上から火を下ろしていきながらでも完全に燃やすんですね。まあ、本当にすごい知恵というか技術だなと思ったんですけど、でそうするとさっきも言った林内に積もっていた栄養分が燃えて灰になるんですよね。ミネラルの供給が起きるし、人手が入っていなかったことで、病原菌みたいなのが増えてたのがやっぱり死にますね。で
焼いちゃったらその後どうなるのかっていうと、根っこは生きてるので広葉樹だったら棒がするんです。すごい勢いで棒がするんです。あ、芽が出てくるんですね。で、勝手に再生していくというか。で、1年目は火入れっていうのが必ず夏の土曜に、土曜だったか土曜だったか、まあ、その時期に、その理由はちょっと私も忘れてしまったんですけど、まあ、その時期に火入れをするんですね。で、それから、1月の正月までに食べられるもの、収穫できるものっていったらそばしかないので、そばを。で、2年目は貴重な主食の一つであるヒエを巻くんですね。で、3年目、4年目っていうのはマメ科の植物を巻いて、まあ、窒素固定という、まあ、そういうために、小豆だとか大豆っていうのを巻いて、でもうその頃には、まあ、おばあちゃんがちっちゃいっていうのもあるんですけど、映像で見たのもう、おばあちゃんが木というかこのぐらいに伸びてる木の間で収穫してるんですね、大豆とか。山の中でこんなことができるんだなって、本当初めて見にした時にはびっくりしたんですけど、でもそうやってちゃんと山を破壊することなく、しかも山にとってはそういうミネラルとかが供給される上にちゃんと再生していって、自分たちも必要な収穫物が取れるという、そういう本当に理にかなってるというか、まあこれは本当に私がもうその林業を始めた時に静岡で教えてもらったいろんなじいちゃんばあちゃんたちの知恵、これを私は多分皆さんに伝えていかなきゃいけないんだなと思ってるんですけど、だからそれをまさにちょっと実践したいなと思ってるんですね。で、長野県でも境村っていうところで焼き畑のまだ続いてるかちょっと分かんないんですけど、山形県では実際にまだやってます。で、山形県の厚み、暖かい海とか厚み町というところは厚み株という伝統野菜で有名なんですけど、そこは今でも山を切ってそこを焼いて株を収穫して、それがすごく甘いんですね。で、それですごく売れてるんですけど、で、その厚み町でも一時期その焼き畑っていうのがもうあまり注目されなくなるとか続けられなくなる方たちも増えてきた中で、この跡地に杉が植えられた、広葉樹じゃなくて杉が植えられた現金収入になるものっていうことで植えられた時期があるみたいなんですけど、やっぱり日本海の方ってあまりこう、根曲がり、雪でね根曲がりが起きちゃったりとか、まあ、今になって杉はなかなか材木としても売りにくいというのがあるんですけど、そもそもは杉を植えるべきではなかったようなところに植えちゃったこともあるので、今になってその杉を切ってまた焼き畑をやった後広葉樹に戻してるっていうのことを今続けてるみたいです。で、知り合いの方がそこに手伝いに行くっていうのを聞いたので、ちょっと今年の夏は8月に山形に行ってこようと思ってるんですけど、で、まあ、こんな話をするといやそれは危ないからやめてよとかって、でまあそういう事実はあるんだろうけどここじゃ無理だよねって、まあ、言われてしまうんですけど、まあ、ちっちゃい面積でもいいからどっかでやりたいなと勝手に思ってます。どなたか山自分でお持ちの方でちょっとやってみようかなと。でさっき の増田さんじゃないですけど、これには本当に人海戦術じゃないですけど、たくさんの人が関わらなきゃできる話ではないです。で、ついこの間まで明石な消防署の所長やってた方がうちの地元の方なんですけど、まあ、定年していなくなった仕事は辞めたので、俺が所長やってる間だけは山に火をつけられてくれって言われたんですけど、まあ退職したらちょっと火の専門家ということで協力してもらわないかなって話はしてるんですけど、まあ、そんなことでちょっと協力者を集めながらちっちゃい規模でもやってみたいなと実は思ってます。で、ね、せっかくその本来だとそばはあんまり栄養がないところで栽培した方がいいんですよね。だからその焼き畑をやった後1年目に巻くそばってすごく身が締まってて本当に美味しいんです。で、やっぱ信州そばの産地ですから、これはなんか観光資源にも使えるだろうし、で、先ほども言ったこの空中散歩はできればない方が良かったんですけど、でもこの話が来たことで
より多くの人たちが山に関心を持ってくださったことっていうのは本当に私それはありがたいなと思ってます。もう先ほども言ったように我々だけではもう山の問題解決できない。で住民の人たちがもう一度山をどうしようっていう話を、多分正解なんかないと思うんですね。でもなんかずっとこう関わり続けながら試行錯誤して、もう一度人が山に入り込むっていうことが何よりも大事なんじゃないかなと思ってます。で、まあそんなあの山焼きっていう企てもあるんですけど、まあ、もう一つこうやってみたいなと思ってるのはですね、先ほどそのビニール回収の話もありましたが、まあ、私もちょっとそれはあの、まあ、ビニール回収というかあの材木たちをね、なんかそのままにしておくのももちろんビニールも身臭いですし、あの、まあ、ビニールが成分初期の頃は成分解性質を使ってたので予算があるじゃ高いそのビニール、いずれ成分解するというビニールでなくなっているところもあるんですけど、今予算もないからって言って成分解じゃないんですよね。で、まあいずれにしてもその残骸みたいなのはなんか私はあれが墓場に見えてしょうがない。この仕事、この世界に入ったのは木を生かしたいっていう思いが私の中にあの生まれて林業やろうっていう風になったので、できればああいうこうただなんていうんですかね、もう殺人的行為というか、多分私は山からいろんなことを教わりましたけど、こう自然界って何かの犠牲の上に何かの幸せなんてことありえないんですよね。必ずその次の世代のために朽ちていくとか、あの食べる行為だってその別にそれは犠牲じゃないんですね、食物連鎖で。だからあのだけどああいう行為は空中散歩もそうです、何かを殺して何かを生かすなんていうのは自然界でありえないと思うんですけど、だからあの光景がこうどんどん新種の大好きな新種の山の中に増えていくのがもうなんか見るに耐えないというか、でなんかあれをなんとかしたいなと思うんですけど、でただねちょっと太いやつだと、うん、難しいなと思ってるんですけど、今地元の岡田神社というところでやっぱりそこも松の林があって、あのいくつかできてるんですね、その山が。でそれをあの氏子の方たちと、まあ、短く切るの結構大変なんですけど、それを燃やして炭にして、でそれが土壌改良の一つになるんだったらそこに撒いてくる。で、そういうことを、まあ、もちろんできれば事業化したいんですけど、まあ、まずそうなるまでには皆さんの理解も必要だと思うので、ちょっとあのやそんなことだったらやってもいいよっていう方に、ね、あの一緒に行ってもらえたらなと。で、うちでは今その高木町にある木製作所っていうところの炭化炉っていうんですかね、簡単な、あのただのステンレスの輪っこなんですけど、それの、あのうちはちょっと大きいのを持ってるのでなかなか山の中には運ぶことはできないんですけど、小さめのものもあるんですね。で、まあ、できる量は微々たるものかもしれないけど、でもそれやっぱりやり続けることが大事だと思うので、そういうものを持っててね、でそこであのそれは結構比較的安全に山の中で燃やします。で、あのすごくこう燃焼効率がいいので早く炭にもなります。だからそれをあのだから例えば雨降りの時とか、まあ、時期はちょっと雪がある時とか、まあ、安全な時を選んだりしながらそういうことができたらなっていうのをあの考えていることです。で、もう一つはですね、皆さんだと多分ちっちゃい頃にはあったと思うんですけど、馬搬っていう馬を使って、木材を搬出する、あのもちろんそのここの山は松を残したい、ここの山を自然にあの遷移させていく、ちゃんとそれは見極めた上で、でここはじゃあ松を守りたいよっていう場合ですけど、抜刀訓示はやっぱりあのやりたくないんですね。っていうかあのやってる方には申し訳ないんですけど、うちの会社は若い連中が多いので、化学の専門家の人がどんなの薬使ってるのって言われたので、その発酵だったかな、なんか成分とかお伝えしたんですね。そしたらそれはその防毒マスクをしなきゃいけないぐらいのものだ、人畜無害って書いてあるんですけどねしなきゃいけないんだよって言われて、でそんな使用は入ってないんですよ、まあ、手袋はしなさいとか言われるんですけど、あのまあ、現場すごい暑い時も大変ですし、そのことしないですね。であの私も実際やってた時にものす
すごい匂いがするんで、もう息を止めてもう早くビニールをかける、あビニールにこう土をかぶせるんですけど、そんなのを若い連中にやらせるわけにはいかないなと。本当だったら作業員を抱えているところがこんなことは人気従業員にはさせられませんっていうような足並みを揃えてみんなで反対したいなと思うんですけど、まあ、なかなかいろいろなことがあるのでそれはできないんですけど、とりあえずうちの会社ではそれをやめさせていただいたんですが、まあ、だから抜刀訓状ももう見るからに訓状とはいえボドボドボドボって逆さまにすればほとんど土の中に浸透してきますよね。これが山を守ることになるのかっていうのは、まあ、疑問の方が芽生えるんですけど、 できればじゃあそれに変わることで、岡田の方でも協議会というのを立ち上がって、会長さんとかがあれもいいと思わないんだよねってやっぱおっしゃるんですね。でだったらじゃあ財産区の方とか地元の人たちが少しできることがあるんだったらっていうことで、その倒して、まあ、先ほど加山さんもおっしゃったように今って本当に太い木とかも切らなきゃいけないんですよ。もったいないんですね、非常に。確かにその青カビっていうのが入っちゃったり、まあ、スカスカのはまあさすがに燃料以外には使えないかもしれないんですけど、安曇野市なんかはその被害木にあったやつが本当に全然使えないのかっていうのをちゃんと林業センター持ち込み検証もしてますよね。で結構材としても使えるんですよね。で例えばこう青森県で、その被害木を被害木だったかな、あ忘れましたけど、まあ、赤松のそういう材をリンゴ箱にしたらしいんです。多分素敵なリンゴ箱になってたと思うんですけど、私まだ見てないんですけど、リンゴ箱にしたらそのリンゴ箱が欲しいがためにリンゴの注文が全国から増えたっていう。だからそれは一つね、別にそれだけを真似する必要はないんですけど、そういうふうに先ほど村山さんも言ったように、何かこうみんなで考えればいろんなアイデアが生まれるのかなと。でとにかくだからそれはまず財として生かせるように考えようよ。ただまだスカスカじゃないやつは引っ張り出してきたいわけですよね。でそんな時に抜刀訓状というのは本当にもうなんか抑止の人も調べるなと思うんですけど、空からここにある、ここにある、ここにあるって山の中に点在してるやつを見つけてきて、それを切らなきゃいけないんですよね。とそんな奥山まで行けるものって、まあ、機械じゃなかなか人でも絶対してこない。あこれは馬だなと実は思ってですね、今っていい世の中で行政はこういうのになかなか理解を示してくれないですけど、前例がないっていう。ただこういうことを PR するとそれを応援しようよっていう投資、本当にちょっとずつですけど全国からお金が集まったりする仕組みもあるんですね。でこういうのは、まあ、そういうところにちょっと提案というかエントリーしてなんとかこうできるようにしたいなとか、まあ、そんなふうに思うんですけど、とにかくなんかやれることを積み重ねてみないと、まあ、なかなかこう次につながらないというか、そのせっかくじゃあ空中散布、やっぱ今の話を聞いてね、空中散布やりましょうよっていう人はなかなかいないと思うんですけど、まあ、聞いてない方の方が多いからわからないですけどね。ただだからそれに変わる何かっていうのをやっぱり示さないと、さっきも言ったように行政を含めて、もう意味がないことですし、やっぱ我々がね山に対するその思いっていうのをどういうふうな行動として続けていくか、無理のない範囲でできることでいいと思うんですよ。それをとにかく続けていくことが大事だなと思うので、まあ、なんかとにかくこれはたまたま私の頭の中から出てきたことですけど、多分皆さんで知恵を合わせればこういうふうにしたいよね、あこんなことできるよねっていうのが多分出てくると思うんですよ。だからそれは多分一生悩み続けるかもしれないんですけど、でもそれが多分山をこういい形にしていくものなんじゃないかなと思ってます。で、一つ こんな例もいいなって最近思ったのが、まあ、たまたま職場で、まあ、会長の自宅なんでお昼とかにテレビ見れるんですけど、福島県の阿武隈川をなんかこう訪ねる気候のような番組だったんですけど、で電車の中で出会った人に
これから福島行くんですけど、福島市に行くんですけど、どこはいいところ、おすすめの場所ないですかって言ったら、みんな、お二人が花見山に行くといいって。本当に花見をするじゃないんですけど、花を見る山って書くんですね。まあ、それはでも地名ではないんですよ。その地区で名付けられた山なんです。で、そこに行ったら、確かに90ぐらいのおじいちゃんだったと思います。山主さんがいるんですよ。そのおじいちゃんはお仕事でその花見山を作られてるんですけど、それは、生け花とか花道とかそういうものに使われる植物をご自分の山一面に植えられている方なんですね。お仕事です。本当に売ってるんですよ。それは本当に花見をする山ではなくて、そういうものに出荷をする方なんですね。だけど、まあ、ものすごい素敵です。でしかもお仕事ですからすごい手入れをされてるわけですね。で花見だけだったら多分なんか花見の時期以外は日本人なんで桜4日ぐらいしか見れなくてかわいそうって話もありますけど、そんな風になっちゃうと思うんですけど、そこは本当に1年中出荷するために手入れをしているので、本当に1年中人が入ってきれい、それが維持されてるんですね。で何年か前からただこう自分たちだけが仕事のためにっていうのはもったいないっていうことで一般開放されるようになったみたいですけど、だからなんかそれも一つの例としてね、なんか山をただ材木だけじゃなくてそんな活用の仕方もいいんじゃないかなっていうふうにその番組を見てね思ったんですけど、そのおじいちゃんすごい元気なんですよ。まだ社長されてるみたいですけど、だからそういうところで人っていうのはなんかこう山を生かしてるようでいて自分たちが生かされてるんだなっていう、まあ、それが多分昔から日本人が木の文化って言われるような形でね、里山との人との関係を育んでいく形なんだと思うんですけど、だから多分いろんなことがここの地区でもできるんだと思うんですね。諦めずに本当に山が大事だっていうその思いを皆さんで共有しながら一知恵を出してできることから始めるっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思ってます。で我々も一応林業材木に関わる、人間としてその赤松だったり唐松だったり、欲を言えばヒノキがいいよとかまっすぐな外材の方がいいよとかキリがないんですけど、でもやっぱり日本人のその木の文化じゃないですけど、あるものを多分身近に手に入りやすいものを生かしてくる、それは曲がってるかもしれない、だけどそれをうまく利用するっていうのが本当にこう職人の技とかね、そういう形で継承されてきたと思うんですね。なので私はまあそういう木の文化を継承したいと思ってもこの世界に入ったんですけど、だからなんか松を材として赤松、唐松を材としてもう一度新種の方だけじゃない全国あるいは海外とか日本の木の良さっていうのを本当にいろんな方に伝えていけるような商品化っていうものを、萱野さんはじめね業界の地元の人間たちとやり始めてはいます。だからその一緒にこう山に作業なり、私は遊べばいいんだろうなと思ってるんですけど、山で一緒に遊んでいただくだけじゃなくて、もう一度こう暮らしの中に地元の材とかっていうのを取り入れるようななんかこう、消費者ですね、そういうことも山に貢献できることだっていうことで、なかなか今地元の材が皆さんの身近なところで手に入らないんですけど、なるべくそういう機会も我々も作っていきながら、ホームセンターに買いに行くように地元の製材へ行けば地元のものが手に入る、あるいは薪もそうですね、伊勢山さんはじめ薪ストーブの方たちに少しでもいいから薪を使って松の薪を使ってもらうっていう動きもありますけど、本当にそういう形ででも貢献できることたくさんあると思うので、我々だけじゃない一般市民の方も一緒に、山のために、でもそれは多分我々自身のためになることなので一緒になってやっていけたらなと思います。すいません、なんか伝えましてありがとうございます。時間が何時まで、あと15分ぐらい、はい、それでは私の方がいろんなことを聞きたくなっちゃったんですけど、ちょっと役割が違うので皆さんの中で、原さんに質問意見
そのさあったらここで出していただきたいんですが、どうでしょうか。すみません。森林組合、さんがですね、まあ一番規模が大きくて、まあいろいろあの明石の川の西側、川西地区といいますか、ここがですね、6つの実施委員会があって、里山更新伐事業っていうのをですね、長野県で初めてトライして、あの成功に結びつきつつあります。でそこで、なかなかあのそれがですね、予定通り進まないという問題がありまして、半年ぐらい、どこもですね、あちこち遅れちゃうということで問題になってまして、市長と語る会で、安住市のですね、私の公民館でやったときに、質問された実施委員長さんがいらっしゃいました。その方が質問されたら、農林部長さんは、それは森林組合が手が少なくて、とてもなかなかうまくいかないんだと、こういう答弁でした。さて、その、稲田さん林業さんは、森林組合さんとの関わりの中で、一緒に仕事をされていると聞きしてますけど、そういうことについて、どんな、まあ、感じを現地では、お考えというか、感じてられるんですか。いや、本当にね、まあ、うち12人かな、現場で働いてる人いるんですけど、どっから話しようか、まあ、もう1年間なら1年間計画されてやらなきゃいけない仕事っていうのがありますので、それも、まあ、国の制度で経営計画っていうのを立てないと補助金とかが使えないっていう風になってしまったんですが、でしかもそれは計画を立てたら5年以内に実行しなきゃいけない、しないと補助金の一部を返さなきゃいけなくなったりするんです。でもその計画を立てたところはやらなきゃいけないので、ただこういう風に、まあ、災害的なというか松枯れの問題が出てきていて、そっちもやらなきゃいけない、いや人はやっぱ足りないんですね、正直で。かといって実は今年度から松本市が抜刀訓上処理に随分の予算をかけたみたいで、松本広域森林組合の松本支所に、これまで作業班ではなかったんですけど、松枯れの抜刀訓上処理専門の班を2つ作りました。で他の作業班から、まあ、もちろんできる人を呼びつつ、緊急雇用みたいな感じの雇用をといって新しい人を雇うみたいなんですけど、そんな簡単にすぐできるような仕事じゃないですし、ましてやそんな一年中仕事やってたら私うつかなんかになっちゃうので、それが心配なんですけど、山を守る、まあどういうね目的で来る方かわからないですけど、まあ、山を守りたいんだとか、なんか山を良くしたいとかって思いで来た方たちが続けられる仕事、割り切ったらできると思うんですけど、そうでもなければあればっかりをやってるとちょっとどうなのかなと、ちょっとそれは心配なんですけど、でまあそういうふうにそのすぐ仕事があるからやらなきゃいけないからって言ってすぐその仕事ができるような人材育成の体験も実は林業界できてないですし、まあ、田中康夫さんが知事になった時にね、土建屋さんが一部の方にも参入しましたけど、やっぱりちょっと難しいんですよね、うん、だからその辺はね、うちも今は、まあ、若い人たちが多いので、ちょっと今年から、まあ、先行投資的に人をきちんと育てることをやっていかなきゃなっていうふうに始めたところなんですけど、まあ、それにはもちろんお金の時間もかかるんですけどね、怪我が増えてしまうので、もちろん怪我去年多かったんですけど、そういう仕事があるのはありがたいんですが、焦らされてしまうことによる、しかもちょっと若いのが多いので焦りにつながって怪我がっていう、本当に重機もそうですし、チェーンソーもそうですし、まあ、今の機械ってすごく力があるので、人間が思ってる体とのバランスでいうとあんまり良くないのかなとも思ってるんですけど、まあ、でもそういう機械を使わざるを得ない仕事が多いので、危険と隣り合わせの仕事なので簡単に人を増やすってことができないんですよね。そこはもう県の林業大学っていうのもあるので、そこの先生にも話するんですけど、一社だけ、まあ、もちろんやってくれなければうちはやるつもりですけど、
本当はそういうのは少し公的な機関で人をちゃんと作るっていうことはもうそろそろしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。だから、うん、それは本当に何とか したいなとは思いつつも手が回らないっていうのは本当に現場の正直なところですね。はい、一緒に関連して安住の市の場合で言って申し訳ないんですけど、安住市がたくさんの予算をつけてですね、一過性にバーンとですね、マスク口をつけちゃおうと、で一回もですね、それを応援してですね、どんどんそのお金予算つけてやってほしいと、こういうようなちょっと構図になってきてましてね、そしたら人でもなくてとてもそんなことできないと、だから空中散布に依存した方がいいじゃないかと、こういうような論理の逆転の論理がですね、時々まで出てきているんで怖いなと思ってですよね。それで森林組合さんがやっぱり人でも、まあ、総合的にないものですから、まあ、柳沢林業さんとかそういうね、いろんな方の応援を得てですねやってらっしゃると思いますけど、キャパシティとしてね、果たしてどこまでそれが可能なのかなということをさっきお聞きしたかったのはそこなんですよね。現実問題として、まあ、かなりギリギリいっぱいですね。で実は国有林の仕事というのが最近急に増えてまして、でそっちに森林組合がほとんど取られてます。なぜかというと、この中部山岳地域っていうんですけど、この辺の国有林ってのは林業が山じゃなかったので、ほとんど林業やってこなかったんですが、国の政策が変わって、何でもいいからやれるとこはやれという話になって、正直、無茶なんですけどね、守る切り捨てした方がいいんじゃないのっていうのは山に計画作って、作業と作ってって、そういうところに森林組合さん相当手を取られちゃってます。まあ、そんな事情もあってですね、まあ、ちょっと日本の林政のおかしさが現れちゃってるんですが、ほっといてもいいようなところにものすごい人手がかかっていて、肝心の里山のところに今人手不足、実は原因のかなりの部分がそこにあります。でその辺はちょっと林野庁に話をして、中部山岳のこの、まあ、この、まあ、言えば中心森林管理所って松本にありますけどね、あそこの事業の中身ちょっと精査して、あんなことを発注する意味ないよってちょっと言おうかなと、実は私のところも国民の仕事やろうと思って、で資料取り寄せたら、ここで出すのっていう、これは切り捨てでしょみたいな、そういうところが発注されてたんで、まあ、そんなことがちょっと背景にあります。でただそもそもこの地域の森林に対してやってる林業が小さすぎて、それで言えばこの地域の林業っていうのはもっともっと大きくなるべきだと思っていて、で山仕事創造者も、まあ、3人で始めて今20人になってますけど、柳沢さんは多分これから先、もうプラス20人ぐらいには当然なるでしょうし、でさらに言えばですね、この地域にこのくらいの規模の林業会社があと10ぐらいなきゃ本当はいけないと思ってます。ただそのためにはいろんな形での支援をいただかないとならない、一朝一夕にはできないんですね。でそういうちょっと長い視野を見て考える、でそれで地域の中で林業が重要な産業になっていけば、林業で働いている人が山に1人いればですね、関連産業で10人ぐらい仕事ができると私は思ってますから、そういう点でこの地域の将来にとって非常に重要なことになるかなという形なので、そういう点では特に、ね、政策面でいろんな形でですね、マスクがきっかけになって関心を持ったことですけれども、地域にとって森林というのは本当に大事だよ、そういうことを、ね、動かしていく力をぜひ本当に地域の皆さんからいただきたい、一緒になってそういう仕事作り、産業作りということになると思いますので、それができたらいいかなというふうには思います。はい、あと一人ぐらいの方だと思うんですが、どうだったか。安住主の森と申します。長見山で森クラブ21というボランティア団体を参加しています。森林に関心を仕事をしながらいろいろな夢を語っていただきまして、ありがとうございます。まあ、そういった一つでもですね、やっぱり森に関心を持つボランティアとしてお互いに共有して実現できていくと楽しいなと思います。で、一つ二つちょっとお聞きしたいんですが、最初に言われた山焼き、宮崎県とか山形県で行われている山焼き、これは、焼いた後鳥獣の害ですね、クモに鹿の害ですかね、そういったものは現実にないんですかね。昔はきっとなかったのかなと思うんだけど、今だとあるのかなって心配があるんですけど、それともう一つがですね、まあ、暮らしの中のに地元の財を生かしていきたいという原さんのお気持ち、その中で、私もちょっと聞いたんですが、豊田市の三輪さんなんかがやってる日の駅プロジェクト
地元の本当山のちっちゃい山を持っている人おじいちゃんたちでも、ちょっとの3メートルぐらい、3メートルもないのか、もっと短い何十センチからの材でからでも受け付けて、それをお金にできる、地域通貨にできるような仕組み作りっていうのもなかなか面白いなと思ってたんですが、それを実際自分で実行に移すっていうのはなかなかできないんで、どんなふうにこの地域で、そんなその生かし方ができるかなっていうのが、まあプロとしても、まあ、ボランティアとしても一緒に考えていければと思うんですけど、多分答えできないですね、どっちも。獣害のことはでもその時には聞かなかったです。宮崎の時には獣害があるっていう話は聞かなかったですね。で参考になるかどうかわからないんですけど、村山さんの、資料の中にも、参考文献として上がってるのが書かれている宮下昌司さんという群馬県の方なんですけど、滋賀の林研にも入ってるんですけど、林研の方で宮下さんをお呼びしてお話も聞いたりだとか、あと実際に山を手入れしながら炭を撒いたりっていうのをしたんですね。で、そのお話の中で、まあ、本にも書かれてるんですけど、炭を撒いたら炭が山から消えてしまったところがあった。で、あれなくなっちゃった、なんでだろうって、まあ、なんかいろいろ調べてたら、まあ、もともと鹿の糞とかって黒いは黒いんですけど、まあ、でもまあ深緑とか緑ですよね、緑のもの食べてるの、それが真っ黒だった。で、その中に炭を食べるみたいです。で、私もそう、そこまでは自分でどうやって確かめられるかわからないんですけど、本当にその山焼きだったり炭を撒くことで、というか、鹿が植物を食べるのも、地のものより植えたものから食べるっていうのが、栄養というかミネラルなのかわかんないですけど、そういうのが豊富なものからどうも食べてるらしいっていう話があったりするんですね。で、あと熊がカワハギして形成層を舐めたりしますよね。なんか枯れてる松枯れだけじゃない、その、まあ、酸性雨なのか大気汚染なのかはっきりは分からないですけど、山がおかしいっていうのは松以外にも見て取れて、そういうのがまあ、奈良枯れもしかり、奈良だけじゃないですよね。奈良は何でしたっけ、なんとか聞くんですって言いますけど、奈良以外のものも枯れてます、紅葉樹全般、雪国に行くと。で、まあ、多分それは向こうからの大陸からの大気汚染が雪で凝縮していったと思うんですけど、で、あとブナの不作があったりだとか、あと信州なんかでは、それは本当私も最近知ったんですけど、もう一度ね、カラマツを見直そうよっていうような動きもあって、これからどんどん切られていった後に松の、カラマツの苗木を植えようって話があるんですけど、実はそのカラマツの苗木の元になる種が取れないんですね。採取場が川上村とか小物とかあちこちあるんですけど、こっちにもあるんですかね、そこで種が取れないんですよね。やっぱりその林分が不足してる、実がなるためには林分が必要なので、そういうものが松だけじゃないところでも見て取れるような状況が山の中には起きてる。で、だからそれがミネラル不足、動物にとってもそれは分からないですけど、なんかそのお腹いっぱいにはならないですよね、熊にとっては。その熊剥ぎしてそこを舐めたって、だけどそれがやっぱり必要になるぐらい山の中にはなんか足りなくなっているのかなってちょっと勝手に思ってるんですけど、だから炭を撒いたりだとか、その山焼きをして灰とかがそこに山にある時に動物たちがそれをまあ必要なら食べるという、食べるか摂取するということで、結果そのね、獣害的なその食べ、蕎麦を食べちゃうとかっていうのにどう影響するのかなっていうのはやっぱやってみたいなと逆に思う。食べられちゃったら食べられちゃっ
したという結果はまあ出るんですけど、でもやってみないとわからないと思うので、このどうも炭を食べたみたいだっていうことがどういうことなのかっていうのも含めてなんかやってみてみたいなっていうのがありますね。それかちょっとじゃあ材の方は、はい、手短に。あ、材の方はちょっと私よりも鎌さんとか伊沢さんの火の影響に関してはの方が多分いただけると思います。いや、すごく可能性があることだと思うんですけれども、 あれは専門家が指導してやるっていうよりも実際にやる人がやらないと意味がないんですね。そういう点ではその地域の森林所有してる方の中にそういうものをどうやって作っていくかっていうことですね。まあ、そういう意味では地域によって現実的にも難しくなってしまっているところも正直あるかなっていうのはあります。うまくいってるところは小規模のそういう、ね、自分の山の木をちょっと切ってくるっていうできる方がまだ結構元気なところなのかなって気はしてます。でも可能性はすごくあるんだと思います。というわけで、ちょっと時間オーバーになってしまいましたが、ここで、このセッションを終わりたいと思いますので、もう一度原さんに。公民館で行います。講師はこの 今のいらっしゃった山の仲間で、伊沢山さんという穂高の有明に住んでらっしゃる方で、長野県の林業師の方です。今日もお見舞いいただいていたんですが、ちょっとお伺いになりました。次回伊沢山さんちょっとご紹介しますんで、皆さん、ごめんなさい、ちょっと無理です。あ、そうですか。です。またそんなわけで皆さん、5月11日ですね、晩7時伊沢山さんのレクチャーがありますから、ぜひご視聴ください。よろしくお願いします。